鈴木貫太郎内閣は、男爵、枢密院議長の鈴木貫太郎が第42代内閣総理大臣に任命され、1945年4月7日から1945年8月17日まで続いた日本の内閣である。1945年4月7日任命。在職日数133日。1945年4月7日任命。1945年5月15日任命。1945年5月15日任命。鈴木貫太郎内閣は、前の小磯内閣の総辞職を受け、枢密院議長だった鈴木貫太郎が組閣した内閣である。内閣が発足した1945年4月30日には、ベルリンでナチスドイツ総統アドルフ・ヒトラーが自殺し、5月8日にはドイツ軍が無条件降伏したことによって、日本は有力な同盟国を失った。国内各都市への日本本土空襲が日増しに激しくなる中、内閣総合企画局は、国力の現状と題する報告書を6月6日の最高戦争指導会議に提出、産業の現状から、継戦は困難という見解を示したが、徹底抗戦を求める軍部の圧力を受けて、関東精神を補えば、本土決戦は可能という結論となり、6月8日の御前会議において、高度保衛、国体護持を目的とした、戦争指導大綱が決定される。これを前提とした決戦体制づくりに向けた法案審議のため、6月9日に帝国議会が開会され、わずか4日の審議でこれらの法案は可決成立した。この間、鈴木が本会議で行った演説の言質を議員が問題として議事が紛糾した天罰発言事件も起きている。しかし、6月23日には、沖縄における組織的戦闘が終結するなど、日本の敗色は濃厚となっていった。こうした状況下で内大臣の木戸幸一や海軍大臣の米内光政は、講和に向けて働きかけを行い、6月22日の御前会議で、ソ連を仲介とした米英との講和交渉が決定され、その申し出に対して、すでにヤルタ会談での密約で、対日参戦を決めていたソ連は実質的な拒絶回答を行ったが、なおも日本政府はソ連に対して仲介を求め続けていた。7月26日にアメリカ合衆国、中国、イギリスの首脳名で発表された降伏勧告ポツダム宣言に対して、これを受けた外務大臣、東郷持長は最高戦争指導会議と閣議において、本宣言は有条件講和であり、これを拒否するときは、極めて重大なる結果を弱気すると発言したが、鈴木首相は、同月28日に、政府としては重大な価値あるものとは認めず黙殺し、南方戦争完遂に邁進する、とコメントした。しかし8月6日に、広島、同月9日には、長崎に原子爆弾が投下されて壊滅的な被害を受け、同じこの8月9日、侵攻から開かれた最高戦争指導会議及び、閣議の御前会議は、ポツダム宣言を受諾して降伏するか、あくまでも本土決戦を期して戦争を遂行するかで議論は紛糾した。鈴木首相は、昭和天皇の聖断を仰ぎ、国体護持を条件として、ポツダム宣言受諾に意見統一した。翌8月10日、内閣は、ポツダム宣言を受諾するにあたり、万世一系の天皇を中心とする国家、統治体制である国体を維持するため、天皇の国家統治の体験を変更するの要求を、包含し許らざることの了解の下に、受諾すると付言して、連合国側に申し入れた。これに対し、連合国側は、天皇の権限は、連合国最高司令官の制限の下に置かれ、日本の究極的な政治形態は、日本国民が自由に表明した意思に従い、決定されると回答した。この回答を受け、8月14日に再度の御前会議が開かれ、再び鈴木首相が聖断を仰ぎ、最終的にポツダム宣言の無留保受諾が決定された。天皇は終戦の詔書を発布し、即座に連合国側にその旨通告された。この詔書の中では、国体を護持しドクタとしている。国民に対しては、翌8月15日正午から、ラジオ放送を通じて、天皇自ら終戦の詔書を朗読する形で、ポツダム宣言の受諾が伝えられた。聖弾が下されるまで、本土決戦を主張した陸軍大臣の阿南惟親は、阿南にクーデターの旗頭になることを求める一部の陸軍、将校らに対して少々筆禁を命じた後、同日自決した。退任を終えた鈴木内閣は8月17日、閣内の意見を統一できず、聖弾を仰ぐに至った責任を取るとして内閣総辞職した。ありがとうございます。